第一の開幕を前日することになりました。明日に控えた心境というのをお願いいたします。あ、はい、そうですね、まあ、やっぱこちらに来まして見聞と、まあ、この会見やって、まあ、明日いよいよ始まるなというのを、はい、今感じているところです。はい、交渉は自分掛け側なのでなっていますが、まあ、とりあえず改めて、見聞を行いまして、対局室の雰囲気と、印象をお願いします。あ、まあ、対局場はそうですね、もう何回も指している場所なので非常に快適に指せる場所だなということはもう分かっているので、はい、もう10回以上開催している開催していただいている場所ですので、まあ、将棋に集中できる環境を用意していただいていると思っています。それでは改めまして、この七番勝負を戦うという方法を、そうですね、まあ、藤井さん非常に勢いがあって、まあ、昨年タイトルを増やされて、まあ、当然ながら厳しい相手なんですけれども、まあ、タイトル戦ではそうですね、昨年の棋聖戦以来ですけれども、まあ、それから、半年ほど相手、まあ、そうですね、その間、はい、取り組んできたことを出せればいいかなと、まあ、それが、はい、どれぐらい、出るかなっていうあたりを、まあ、7番勝負のなんていうんですかね、まあ、課題というかなんだろう、そのあたりを、はい、まあ、自分でも見ていきたいというか、そういう感じの番勝負として捉えている、はい、ところです。ありがとうございます。それでは他に質問があれば挙手をしていただきますようにお願いいたします。それではこちらの方どうぞ。本支部のキャノですね、伺いまして、復活性であるということを、さらに、直近の対局藤井戦では制しているということを、プラス、若者の格好は掛川、対局ではですね、突然連勝の白星がずっと続いているという、この3点は過去の2回のタイトル戦に臨むときと違う何かを将棋に与えていらっしゃいますでしょうか。あ、そうですね、まあ、2日制で、まあ、藤井さんと戦うのは初めてということなので、まあ、でもそれがそうですね、まあ、自分にとって全然アドバンテージというわけではないので、まあ、ただその2日制という条件が初めてっていうことに過ぎないので、そうですね、それは別に、なんか、はい、自分にとっていいポイントとは思ってないんですけども、まあ、それがなんていうんですかね、どういうどういったペースで指し手が進むかとか、はい、どういう流れで進むかっていうのはやっぱり明日1局目ちょっとやってみて、なんとなく捉えていきたいというところですかね。はい、あとは何でしたっけ、掛川対局と、はい、直近の藤井さん、はい、あ、そうですね、まあ、昨年、はい、棋聖戦のあと1局ありましたけども、まあ、それも結構もう前になってしまったので、まあ、条件なんかも全然違うので、はい、まあ、明日やっぱりそうですね、2日制っていう長い持ち時間でどうなるかっていうところ、また新しい気持ちですかね、今は。はい、で、まあ、掛川対局に関しては、今まで、まあ、縁起は非常にいいので、まあ、数少ない、なんか、そういう場所っていうか、5局以上指している中では多分数少ないそういう縁起がいい場所なので、そこは、はい、まあ、いいイメージは持って臨めるかなとは思っています。ありがとうございます。じゃあ先ほどお願いいたします。NHK の与田と申します。よろしくお願いいたします。先ほど藤井さんのことが厳しい相手だというようにおっしゃってましたが、渡辺さんにとってどういうところが厳しいと感じているんでしょうか。そうですね、まあ、タイトル戦では2回戦って、まあ、自分から見ると結果は出てないので、はい、まあ、
まあ、昨年の棋聖戦ではストレートで負けているので、はい、やっぱりそれを踏まえてね、また今回ということですので、はい、うん、まあやっぱりそうですね、藤井さんはまだ10代で非常に若くて、年々やっぱり、まあ、これからもその進化されていくとは思うので、やっぱそういったところも考えても、その自分年齢の方が年齢的にもね上なので、なかなか若い人を迎え撃つのは大変というとか、まあ、そういったところで、はい、やっぱり大変な相手だなということは思っています。今回4連覇がかかっているところもありますけども、まあ初戦に望みやったって意気込みはどうだったらしいですか。そうですね、まあ初戦、そうですね、まあ、七番勝負は長丁場なので、なんか初戦に対してなんかこう、特別こういう入り方をしたいみたいなものはあんまりないんですけども、まあ2日制で指すのは初めてなので、まあ何ていうんですかね、その辺のこう、まあ、1局やって感触というか、まあ、2局目以降の何ていうんですかね、つながっていくような、そういう内容の将棋にしたいなっていうのは思います。ありがとうございました。では、小山さんどうぞ。はい、チームの皆さん、よろしくお願いします。まあ、改めての、質問になるんですが、今回のシリーズは4冠対3冠というですね、まあ、史上初の、まあ、戦いタイトルになるんですが、このシリーズを、どのように得られていた、教えていただければと思います。あ、そうですね、まあ、4冠対3冠も初めてで言われると、まあそうなんですけども、まあまあ、将棋界がその8冠になってからやっぱまだ間もないということもありますし、確かにそういう数のこうタイトルを持ち合ったタイトル戦が初めてっていうのは、まあ、なんか言われてちょっと気づいたようなところではあるんですけども、まあそういった点で非常に注目度が高いのが今回の七番勝負ですので、やっぱりそのいった期待に応えたいというか、そういう期待に応える将棋を指さなくてはいけないという、まあ、やっぱりこう責任感というか緊張感というのはもちろんあります。他の質問ある方ございますか。中日新聞の小山と申します。山田先生は羽生先生の龍先生など羽生世代の皆さんと対局がずっと続いたという印象があるんですが、今回も藤井さんってかなり下の世代を、改めて3回目になるんですけれども、それから上の世代との戦いから下の世代との戦いに変わったというような、ご自身の中で変化みたいなのがありますでしょうか。そうですね、まあ、やっぱり上の世代の方と指してた時は、まあ、そういった方の将棋を見て勉強してきたので、自分がですね、なんていうんですかね、そういったなんか勉強してきた方に挑戦していくっていうようなところはあったんですけども、まあ、それがやっぱり自分が30代入ってからは年下の方と対戦することがほとんどになりまして、そうするとなんかやっぱりまだ見ぬものっていうか、そういったものとこう対戦していくってことになるので、やっぱり技術的にもその新しいものっていうか、そういうものが出てきて、まあ、自分がやってきたものっていうのが古くなっていくので、それに対する対応っていうかのがやっぱり難しくなっていくんだなっていうことは、自分が年をこう年が上になってみて、やっぱりそういう年長者の難しさっていうのはすごく感じてますね、やっぱり。はい、こちらからどうぞ。藤井四冠の強さというのは、やっぱり去年の1年間で
あれだけ負けてた豊島さん相手にあれだけ勝ってしまったと、でこの2人の対局をずっと研究もされたと思うんですけど、見ていて、あこういう時はこうすんだなみたいな感じで、なんか、自分の将棋に生かせるものっていうのは、なんか、見出せるものがあったんでしょうか。そうですね、まあまあ、それはもちろん、はい、非常に注目して見てはいたんですけども、まあでも結局、その、まあ、豊島さんの側から見て、やっぱりその藤井さんにどう戦っていくかっていうような視点で見てはいたんですけども、ただ結局、その自分と豊島さんでもまたタイプも違いますし、まあそこはなんだろうな、まあ、参考になるようでいてならないというのが正直なところかなとは思います。ありがとうございました。それでは他の質問ございますか。またデイリーポーズの中で申します。先ほど先生、昨年の季節以来の半年間その間で取り組んでいたことをしたいとおっしゃってましたけど、見える範囲で結構どのように取り込んでいるんですか。はい、はい、そうですね、まあ、やっぱり昨年の棋聖戦で、まあ、結果が出なかったので、まあ、一昨年も出てないですけど、まあ、昨年出なかったんで、まあ、そこからやっぱり、はい、次対戦したらどういう感じでやっていくかとか、まあ、そういうことは、はい、なんとなく考えてはいたんですけども、まあ、それがやっぱり、まあ、11月に実際藤井さん挑戦が決まりまして、まあ、そこから、はい、そのなんか漠然とやってきたことを今度ちょっと具体的に詰めてきたっていうか、まあ、そういう感じですかね。まあ、半年間、半年もないくらいの期間なので、そんなすごく何か大きく変わったりはしないとは思うんですけども、まあ、はい、そのあたりをなんかそれをなんかそれを自分でそうですね、成果がどれぐらい出るか見たいっていう言い方はちょっと無責任かもしれないですけど、まあでもそういうところはあります、やっぱり。はい、ありがとうございます。それでは次の質問をラッとさせていただきます。ございますか。よろしいでしょうか。それでは、渡辺さんの会見はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、藤井竜王の会見とさせていただきます。勝負が始まるということで、そうですね、まあ、非常に注目していただいているシリーズかなというふうに感じますし、まあ、それに、まあ、答えられるような内容にしていきたいというふうに、はい、思っています。本日は掛川に入られまして、対局場を見分されました。藤井竜王にとっては初めての棋聖戦、初めての開催をしてもらいますが、掛川市および掛川の、対局場の印象というのはいかがでしょうか。はい、そうですね、掛川を、はい、訪れるの今回が初めてになるんですけど、そうですね、まあ、今回、はい、掛川城が対局場ということで、そうですね、まあ、先ほど、はい、見分させていただいたんですけど、結構なんかすごいその掛川城の天守も近くに見えて、すごくそうですね、落ち着いた良い雰囲気の対局場だなというふうに、はい、感じました。
それでは最後最後質問改めて、この七番勝負に向けて、大阪大会という抱負を教えてください。あ、はい、そうですね、そうですね、まあ、初戦は、まあ、2日制の対局になるので、そうですね、まあ、行って行って、まあ、自分なりに、まあ、しっかりそうです、ね、考えて、そうですね、まあ、いい内容にしていければというふうに、はい、思っています。ありがとうございました。それでは、他に質問ございますでしょうか。実はドラフト会議の時に、お正月をゆっくり過ごしながら、この戦いに準備をしてきたというのを話されてきたんですけれども、通常 の, その、まあ、勉強と今回 の, そのお正月に向かう準備、対策というのは何か違いというのはあるんでしょうか。あ、はい、そうですね、まあ、先月からその今月にかけては、はい、しばらく公式戦の対局が。そうですね、まあ、なかったということもあって、やはりまあその、まあ、王将戦をなんというかまあ常にまあ意識してまあ取り組んできたところはあるかなと思います。まあ、そうですね、まあ、そうですね、王将戦に向けて、ある程度その序盤の研究などもそうですね、はい、していました。NHK の岩田と申します。よろしくお願いします。先ほど渡辺王将が会見の中で、この半年間ほど準備してきた成果を試してみたいというようなことをおっしゃってましたが、そのことを聞いて藤井さんはどのように思われますか。あ、はい、そうですね、そうですね、渡辺王将とこれまで、棋聖戦で2回そうですね、まあ、対戦していますけれども、そうですね、やっぱりまあ今回は、まあ、また2日制という形でもありますし、そうですね、また、なんというか、まあ、これまでとそうですね、違った戦いになるのかなというふうに思っています。まあ、そうですね、まあ、それに対してまあ自分もまあしっかりそうですね、対応できるように、はい、やっていけばと思います。今回また5つ目の対局が分かった対局ということになりますが、初戦、どれだけ臨むか意気込みがあったので、はい、そうですね、そうですね、まあ、自分自身、まあ、公式戦の対局としては少し、まあ、久しぶりになりますけど、そうですね、持ち時間も、はい、もう8時間と長いので、そうですね、まあ、そうですね、本当に行っていって、そうですね、集中してしっかりさせればというふうに、はい、思っています。ありがとうございました。こちらお願いします。本日のキャプテンで迎えたいと思います。要は渡辺王将の一部で、序盤の作戦から機械的な作戦からあると、おっしゃってましたけれども、それは一日制においての作戦からの2日制においてはまた別のものだという認識というのは、あるんでしょうか。あ、はい、そうですね、やっぱり、まあ、渡辺王将はそうです、ね、もう対局を見ていても非常にそして、まあ、タイムマネジメントが巧みだなとやはりそうです、ね、印象を受けることが多いです。まあ、そうですね、特に、まあ、2日制だとそうです、また、まあ、封じ手のタイミングなどもそうですね、あるので、そうですね、まあ、そのあたり、まあ、こちらもそう、まあ、慎重にというか、まあ、しっかり対応しなければいけないなというふうには、はい、思っています。ぜひ伺いたいんですが、私の方はですね、この掛け川での初戦対局、まあ、6戦連勝負けがないということ、このことはご存じでいらっしゃいますでしょうか。またそれがモチベーションだったりということはありますでしょうか。あ、はい、いや、そうですね、今、はい、初めて伺ったんですけど、あまりそうですね、嬉しくないことを聞いてしまったなと思ったんですけど、まあ、そうですね、まあ、自分自身は、まあ、今回、掛川
まあ、初対局になりますので、なんとか、まあ、フラットな気持ちで、はい、全力を尽くしたいと思います。失礼しました。ありがとうございました。小林さん、いかがでしょうか。あ、中日新聞の小林です。2点、まず1つはですね、先ほどタイトルがまだ意識されてないとおっしゃってたと思うんですが、まあ、そういう3冠対4冠のタイトル戦が史上初ということで、非常に注目を集めていると思います。そこへの意気込みを聞くことが大事というのが1つですね。それから藤井先生は冬のタイトル戦初めてではないかと思うんですが、相手の渡辺先生は冬将軍とも呼ばれていらっしゃる方で、まあ、その辺の、まあ、例えば体調管理だったりとか、あるいはそのモチベーションの管理だったりとか、意気込みを伺えればと思います。あ、はい、そうですね、まあそうですね、まあ、自分自身はそのタイトルもそうですね、数自体をまあ意識することはないかなと思っているんですけど、やはりそうですね、まあ、その今回の王将戦、はい、まあ、非常にそうです、ね、まあ、注目していただいているシリーズだと、はい、思うので、やっぱりそうですね、まあ、それにふさわしい勝利にそうですね、できるように、はい、頑張りたいと思います。で、そうですね、まあ、2点目についてですけど、そうです、まあ、自分自身がまあ冬の、はい、タイトル戦はそうです、ね、まあ、初めてになるので、そうですね、まあ、その気温であったり、まあ、その体調に、まあ、なんか気をつけながら、はい、できればなというふうには、はい、思っています。毎日新聞の清水です。よろしくお願いします。渡辺さんとのですね、タイトル争いというのは今後も、しばらく続くと思いますが、そのシリーズをですね、藤井さんにとって、どのような位置づけで望まれる、考えでしょうか。ご検討ください。はい、そうですね、渡辺王将とその2日制のタイトル戦で対局するのは今回が初めてになるので、やっぱりそうですね、その渡辺王将のこれまでとまた違ったその強さというのを感じることになるのかなというふうには思いますし、そうですね、もちろんそれにも、まあ、しっかりその対応できるようにというのと、また、まあ、その経験を今後に生かしていきたいというふうにも、はい、思います。他に質問ございますか。すみません、改めて NHK の皆さん、藤井さんいつも渡辺さんのことを作戦からというふうにおっしゃってますけれども、まあ、どういうところでそういうことを感じるんでしょうか。あ、はい、そうですね、そうですね、渡辺王将 の、 その対局を見ていると、まあ、その序盤 の、 そのまあ定石だけではなくて、まあ、それ以降 の、 そのなんとかまあ展開も含めてその 1、まあ、1局の流れを非常になんかうまく、まあ、コントロールされている印象が強いので、やっぱりそういったところはまあ自分にはなんとかない力なのかなというふうに、はい、感じています。ありがとうございます。それでは他の質問ございますか。毎日新聞の太田と申します。よろしくお願いします。渡辺さんも藤井さんもですね、周回の中では AI 系の食卓をフルに活用して将棋の作戦もどんどん勉強されているというふうに聞いています。まあ、年代半年前にも勉強されているということでしょうが、その半年間でも、その実、まあ、経営短い時間でも、かなり、そういうソフトなどを使って、将棋というものが進化しているかと、そのように実感されることはございますでしょうか。
あ、はい、そうですね、そうですね、まあ、そういったその、まあ、ソフトを使った、まあ、その研究によって、まあ、その定石に関してもやっぱりなんとかいろいろ、まあ、なんとか新しくそうです分かってきたところがそうですねあるかなと思いますし、そうですね、まあ、それ以外の部分でもそうです、そういった、まあ、そのソフトの強さというのを、まあ、なんか少しでも なんとか、まあ、学んで取り入れられるようにと思って、まあ、取り組んでいるので、そうですね、なんとか、まあ、今回の、はい、生勝負でもそういったところを、まあ、なんとか少し出せればというふうには、はい、思っています。その他に質問ございますか。ございませんのですので、それでは藤井竜王の会見はここで終了とさせていただきます。藤井竜王ありがとうございました。冒頭30分は前夜祭も見ていただけるということになっています。